はあ、やっぱりまだ寝てる。起きてください、ヤン少将。ほら起きて。ユリアン、もしもだ、もしも私が最高評議会に当選したら、まず朝のうたた寝を邪魔するやつを重罪にする法律を作ることにする。何を言ってるんですか。急がないと大事な行事に遅れますよ。大事な行事？お忘れですか、第13艦隊の結成式です。